シビッククリエイティブベース東京 CCBT は2022年文化発信の街渋谷に誕生しました。あなたも作り手であること。シビッククリエイティブという言葉には自らも世界を変えていけると行動する市民の姿を見据えています。 CCBT は美術館や博物館ではありません。市民がインプットするだけでなく、そこから考察や実験を含めたアウトプットに移せる場所、すなわちラボであることを大切にしています。2023年度新しく開始したプログラム、ひらめく道場。毎月異なるテーマのワークショップが開かれ、参加者はまず手を動かして実験しました。 CCBT のリソースを開放しながらものづくりのきっかけを創出すると同時に、得られたひらめきは他のプログラムや身近な物事を捉え直す入り口にもなっています。またアーティスト、デザイナー、研究者など様々な人がプレイヤーとなりプログラムを展開しました。プレイヤー自身も CCBT で実験を行い、そこでのアイデアや経験則は道具や方法論として蓄積されています。ラボを通して触れる、考える、実験する、表現や研究が実際に社会に還元されるとき、私たちが予想もしなかった力が発揮されることでしょう。 CCBT は人がより主体的に生きることを提案し、そのためのヒントを共有します。作り手としてそれらを活用し、まず行動してみることで見えてくる景色があるはずです。世界はハッカブルなものである。ラボでのトライアンドエラーはそういった気づきも与えてくれるでしょう。 CCBT も市民と共に考え成長し、世界を変える原動力そのものになることを願っています。さて、あなたは CCBT でどんな景色を見ますか？